福岡県は昨日新たに1919人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。3日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。県内の新規感染者1919人の内訳は、福岡市で456人、北九州市で265人、久留米市で77人、その他の地域で1121人となっています。50代以上の男女5人が死亡したことも発表されました。最新の病床使用率は前日から 0.2 ポイント上がり 20.7%、 重症病床使用率は 0.4 ポイント下がり 2.4% でした。一方、佐賀県では337人の新規感染者が確認されています。